部長、サラリーマンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、始まりました。新年明けましておめでとうございます。本年もお願いします。はい、ついにですね2024年が始まりましたね。で、まあね、大晦日が、ライジン45が終了しましたんで、今回もですね、ライジン45の総括と、障害予想の結果表と、2023年のサラリーマンの障害予想の結果ですね、まあ、一体何試合予想してどんぐらい当たったのかっていうところを、話していけばと思います。で、やライジン15めちゃくちゃ良かったっすね。ほんまに最高でした。やはり大晦日やっぱりこうなんていうんですかね、積み立ててストーリーがこうカッチカチなってきたところでバーンと解き放つのがねいいんですよ。はい、まあそうね、早く言えっていうところがあると思うんで、さっさとやっていきますか。一試合ですね、勇士 VS 平本城ですね。これは、自分は予想はしてないんですけど、ね、まあ、平本選手の弟の平本城選手が、デビュー戦、ライジンデビュー戦というところで、入場ファンタジスタの勇士選手とですね MMA で戦いました。ほんまこうデビュー戦とは思えへんような落ち着きで、ほんで、まあ、勇士選手のねこう打撃の入りに対してこう落ち着いてパンチを合わせてですね、もう勇士選手がもう全然なんかまあ手も足も出ないとは言わないですけど、本当もう防戦一方と言いますか、なんかどう攻めたらいいか分かんないみたいな感じでしたよね、本当に。うん、まあ、こう一気にこう KO を狙いに行くというよりかは堅実に勝ちに行って取れたって感じですね。これは平野選手が判定勝ちでした。いや、素晴らしい勝利でした。おめでとうございます。で、勇士選手もね結構でもそこそこ MMA できるようになってたなっていう結構印象で、なんかこう打撃から組みに行ったりとか掛け算してですね、まあ、飛び込みのパンチとかも結構打ってたりして、ね、かなり良かったですね。あとはやっぱこう筋トレの成果なんかわかんないですけど、でもフィジカルがそこそこやっぱ強いなっていう印象をこの試合ですごい持ちました。まあ、ただやっぱこう打撃の技術の差といいますか、やっぱりこうね平本城選手は長年ずっとお兄ちゃんと一緒に、切磋琢磨してきたっていうところもあって、長年の打撃の技術と、まあ、なんかこう経験の差がすごい出たなっていうところの試合となってましたね。うん、いやでも良かったんですかねこの1試合目で。2試合目ですね、那須川龍二 VS 新ジョンミン選手ですね。これ良かったっすね。あの煽り V がね、曲が粗品って、あの霜降り明星の粗品のチューブラリンっていう曲でですね、まあ、天心選手と粗品さんが仲えっていうところで、こうそこに合わせての、まあ、ええ感じのこう入場、あの煽り V で、すげえ個人的に良かったなと思い出した。で、まあ、当然こうリングサイドにですね那須川天心選手がいらっしゃって、こう兄貴も、まあ、天心選手も MMA にチャレンジしてライジンで自分の席しっかり作って、でキックボクシング広めて自分が有名になったっていう経験もあるんで、まあ、その席をね龍神選手も自分で独自にこうどういう風に作っていくかっていうようなところが、まあ、背景にあった試合ですよね。うん、で、まあ、龍神選手の打撃がもうかなり良くて、まあ、しかも結構速いっすね、天心選手みたいに速いっていうところがあって、で、あの天心選手はですね、こう腕十字取られそうになったシーンがあってですね、あの前にね天心選手が MMA デビューした時にそれを取られるシーンがあって、ほんと全く同じ展開がこう繰り広げられてですね、ほんまこんなことあるんかよと思う、漫画やみたいな感じの展開になりましたね。うん、ではそこもしっかりこうね抜けて、で、まあ、ジョンミン選手はこう2ラウンドでかなりバテてたのか、それとも怪我したのかなと思うような感じで、気持ちが折れたんかっていうところで動きがもうかなり遅くなって、おいで、まあ、防戦一方で、まあ、天心、あ、どうせ龍神選手が見事 KO 勝ちした試合となってます。うん、
まあ、今後はこうやっぱ打撃がね、龍神選手めちゃめちゃええ感じなんで、今後こう組の展開とかほんまもっとね、もうキックボクシングはいいんです、総合格闘技にしてほしいなとめちゃめちゃ思いましたね。うん、いや、いい試合でした。ではこの2試合、平本城有志で那須川龍神 VS ジョミっていうところですね。こう1試合目はこう平本蓮選手が城選手に声をかけてて、2試合目は天心選手が龍神選手に声かけてるっていうところで、この兄弟愛がね、もうめちゃめちゃ伝わって、あ、やっぱ兄弟で頑張ってるっていうのがもう個人的にもうめちゃめちゃええなと思ってるところなんで、うん、こうそう思いながらこうハートウォーミングな感じで大晦日のスタート切りました。うん、よかった。おいで、3試合目、富澤大地 VS 篠塚たつきで、これは篠塚選手の判定勝ちで、まあ、これがキックなんで、スルーしようと思うんですけど、まあ、ただこうやっぱプロってこうやよなっていうのをすごい感じる試合でしたね。なんか、まあ、富澤選手の気持ちもめちゃめちゃすごかったんですけど、まあ、プロとアマの差っていうところをかなり感じる試合でした。うん、まあ、でもこれはかなり、盛り上がるいい試合でしたね。で、あ、来ましたね、4試合目、エアマスドミネーターサトシ VS ニースグル、素晴らしい、これはいいカードだったな、んでこれがこの順番やっていうところがね、正直思ってる試合ではあったんですけど、まあでもこうライジン45、まあ、大晦日大会の、始まりで、今後こう着火火をつけて観客の心掴んでいくっていうところにはまあ必要な試合ではありましたね。榊原社長のこう戦略といいますか、その辺がこう光ってましたね。この試合は素晴らしかったです。これは自分予想してまして、これは2選手の1ラウンド KO ちゃうかっていうところで、まあ、理由はこう2選手やっぱ勢いがあるんで、ドミネーター選手のこう独特のリズムに惑わされず、かなり詰めてって、パンチバーコン当てて勝つんちゃうかっていうところを確か予想したと思います。で、まあ、実際の試合はドミネーター選手はね、かなりニー選手のカーフを狙ってって、この戦略はめちゃめちゃハマってましたね。ニー選手もすげえカーフ切り取って、うん、でこうニー選手はこうスイッチオンしてパンチでこうブワー猛攻したともしっかり落ち着いてカーフ蹴り込んどって、うん、なんかやっぱさすがこうドミネーター選手だなって、戦略に忠実に沿って戦ってて、やっぱこう頭ええなと思いましたね。うん、でもやっぱ2選手も確実にこう足が効いとったんで、戦略としてはかなりハマっとったんじゃないかと思います。まあ、ただね、自分の予想通りといいますか、2選手も勢いと圧力がその戦略を超えてきたっていうところで、まあ、パンチブンブン振って何回かこう猛攻を仕掛けるシーンがあったんですけど、その中で一発パーコーン入って、2選手の K 勝ちでした。うん、いやー、これは良かったですね。これでほんまにめちゃめちゃ会場盛り上がって、わー始まったなーって感じがすげーしましたね。いや、いい試合でした。で、ニー選手もね、ライジンで負けて、そこからパンクラスのチャンピオンになって、ライジン2連勝してですね、こっからこう、2024年はフェザー級の上位陣にね、まあ、どんどん絡んでほしいなっていうのはすごい思いますね。うん、めちゃめちゃいい人ですし。なんでこう、山本空選手とかね、そろそろリベンジマッチみたいな感じで、ライジンで一回一発パコーンってパンチもらって負けちゃったところがあるんで、まあ、その仕返しじゃないけど、リベンジマッチみたいなところぜひね、組んでもらいたいなと思います。いやー、うん、期待してますね、ニー選手。おめでとうございます。で、これは自分、あ、出ましたね。Yeah. 勝敗、勝利がニー選手で、自分もニー選手の勝ちを予想したんで、これは正解です。ありがとうございます。で、こっからオープニングがあって、このオープニングがまた良かったよね、ほんまに。キットのね、ドリームのこう、背中がずっとこう、ドリームの大会をバーって映る、キット選手の背中に映っていくっていうオープニングが、ドリームっていう昔の大臣の前の団体であったんですけど、まあ、そのオマージュでこう選手のみんなのそれぞれの背中に、背中からこう取ってって、一人じゃないよっていうところで、もう、熱すぎましたね。いや、これでも自分は結構始まったっていうのがかなり盛り上がってきましたね。うん、おいで、まあ、U-NEXT でね、キット選手のドキュメンタリーもちょうど配信されたんで、12月31日に、まあ、それもね、ぜひ皆さん見てください。自分も見ます。はい。
で、これはやっぱね、このオープニング、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、格闘技ってこう、やっぱ、リングではね、一人ずつといいますか、まあ、一対一で戦ってはいますけど、まあ、セコンドがおって、その所属してるジムとか、チームがいて、ほんで家族がいてっていう、こうね、いろんな気持ちを背負って戦ってるなっていうのが、こう、その勝ち負けでね、こう感情が入り乱れるんすよ、ほんまに。いやからこうそのオープニングがこうしっかりこう背中から映してるっていうところが超良くて、なんかそれをこう、あ、せやな、そうやだなみたいな、家族がおって一人じゃないなみたいなのをすごいこう再認識できる、めちゃめちゃいいオープニングで、うん、いや、もう一回見たい、もう一回見よう、はい、ぜひそういうのもちょっとこう意識してみてもらったらいいんじゃないでしょうか。はい、で、オープニング明けの5試合目が、久保優太アンポルケアですね。これはアンポ選手が、総合格闘技デビュー戦っていうところで、戦いました。で、僕の予想は久保選手の判定勝ちやったんですね。で、やっぱこう久保選手が自分はレスリングで圧倒するんちゃうかなっていうところを予想していて、やっぱ打撃のセンスはこう両者さすがやなと思いましたね。アンポ選手もかなり三日月入れたりとか、久保選手もアンポ選手のパンチをこううまくかわしたりとかしてるところに、やっぱ打撃のセンスはどっちもすげえなっていうのをすごい思ったっすね。でアンポ選手は結構フィジカル強かったなっていうのをすごい思いましたね、この試合で。ちょっと練習しただけでしっかりタックルも切ってたし、なかなかこうテイクダウン取りづらいなっていうところもすごい見えたんで、なんかもうちょいほんま本気でしっかり MMA やったら負けるんじゃないかなってすごい思いましたね。まあ、ただやっぱこう経験値の差がやっぱグラウンドで出て、まあ、久保選手がそこはしっかりバック取って、安保選手がね試合前にリアネキッドチョーク取ったろは言うとったんですけど、逆に久保選手にリアネキッドチョークを取られて、久保選手が勝利で、これは、自分も久保選手が勝つって予想してたんで、まあ、正解いいでしたね、最高。まあ、でも安保選手はまあもっと真剣にね MMA 挑戦してもらって、もうぜひね総格闘家になってほしいなと思います。いや手足長いからな、ほんまアデサニアみたいな感じのペーファイターになると思うんですよね。だからぜひねもう本当に真剣に総合格闘技に取り組んでほしいですね、うん、もうキックボクシングいいよ、選んでいいんで、ぜひ総合に来てほしいですね。いや楽しみですね2024年。うん、第6試合目が荒井城 VS 広谷。これ予想したかったな、時間なかったっすね、結構ギリギリで発表されたんで、自分も、でも荒井城選手もずっと前から知ってたんで予想できんくはなかったんですけど、取る時間がなかったんで、いやこれはでも予想したかったんですけど、予想したら多分外れてましたね自分は結構荒井選手ってですね、ちょっと説明すると9連敗から11連勝してですね、シュートの2階級同乗者になりました最近で、もめちゃめちゃすごいなってずっと思ってて、本当もうボコボコにされても諦めずに前出て結局殴り勝つみたいなところがすごい良くて、でこの試合もまあ広谷選手のタックルを多分切りまくって、見切った後に打撃をボコボコ当てて広谷選手を僕 KO するんちゃうかなって正直思ってたんですよ。で打撃だけじゃない、序盤ですね、序盤はほんまにそういう自分が思った通りの展開で、アタックル広谷選手は仕掛けてきて、まあ、これを切って詰めてって打撃っていうので、自分がちょっと考えてた通りのパターンやったんですけど、後半広谷選手がちょっと浅めにタックル入って、で荒井選手がこう切る体勢といいますか、こう地面に押し付けるみたいな感じの体勢を取ったんですけど、それをこううまくスッと抜けて、こう切り損ねた感じになって両手ついてるところに広谷選手が打撃合わせるみたいな展開がすげえ増えたなと思ってて、まあ、そしたらこう打撃でね広谷選手が行ってるところに左フックがパコン当たって、効かされて、そのままボコボコ殴られて、荒井選手の KO 負け。いやー広谷選手の大金星っすね、シュートの同時2階級王者にしっかり KO で勝って、もうついに勝利、大臣初勝利したというところで、いやーめちゃめちゃ良かった、この試合はほんまに素晴らしい試合だったですね、これぞ下克上っていう感じで、うん、なんかこう自分の中のこう格闘ヒエラルキーといいますか、強さのこう階段が若干こうなんかぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうんですけど、
まあ、全然そんなこと関係なく、これを取ったのは平選手もすごかったですね。うん、まあ、新井城選手もね、9連敗したけど諦めずにやって、シュート2階級同乗じゃん。平選手もライジン2連敗してて諦めずっていうところで、で新井城選手がこうなんか何フレーズ、キャッチフレーズみたいな、なんかネバーギブアップやったんですけど、ほんまにどっちもネバーギブアップっていうのをすごい感じられる、こう男のええ試合やなっていうのが良かったですね。この6試合は俺はちょ結構好きな試合でしたね。うん、これは平選手が2ラウンドの K 勝ちでした。はい、いや良かったなこの試合。ほんで、7試合目、イゴール・タラベ VS 安西慎昌で、これは自分は予想したカードでして、僕は1ラウンドでイゴール選手が腕十字一本勝ちを予想しました。これね、いやこれも普通にもただの MMA の一戦、まあ、イゴール選手がスルスルと一本取って勝つんやろうなっていう、特にこう感情も感情移入しない試合やったんですけど、あの安西選手が令和の虎っていうですね、あのビジネス系のチャンネルに出演されまして、まあそれがね、こう今までのこう苦労話とか、なんかそこに、お友達の社長さんの紹介だったらしいんですけど、まあ、そことのこのなんか友情関係みたいなところにちょっと胸打たれまして食べたな、ああいうちょっとこうあったかいと言いますか、こう男の友情みたいなところにちょっと弱くてですね、なんかうわ安西慎昌マジ頑張ってほしいっていうのを試合前にこうすごい持っちゃって、うん、もうめちゃめちゃ感動して、まあでも勝つのはイゴール選手やろうなと思ったんですけど、なんかの拍子にこう一発当たらんかなとかも思ってる自分もってですね、うん、なんかいやこうなんやろ、こう涙なしじゃ見れない、いやいい試合でしたねこれは。うん、やっぱこう感情移入をして試合を見るってのはめちゃめちゃ大事ですねほんまに。で、まあ、結果試合はですね、まあ、イゴール選手が自分からタックル仕掛けてですね、そこからもしっかり、首絞めて勝ちましたね。もう日本人には負けないっしょ、イゴール選手手足も長いし、日本人にはあんな体格の選手もやっぱいらっしゃらないと思うんで、うん、今後はこう元 UFC の選手とか元ベラトール元 PFL みたいなところの選手もガンガン連れてきて、その辺とね戦い続けてほしいですね。うん、なんかまあやっぱりこう打撃もできて、グラウンドもグラウンドディフェンスも上手いみたいな選手とちょっとやってもらうところの試合、どっちが勝つかみたいなところをかなりこう見たいなってイゴール選手には個人的に思うんで、なんかその辺のカードとかねしっかりやってもらいたいなと思います。はい、でこれはまあイゴール選手が1ラウンドで1本で勝ったんで、これも自分の勝敗は正解ですね、最後ですね。うん、で8試合目、コウシ VS ミラコードですね。これも、自分が予想しました。サラリーマンの予想はコウシ選手の判定勝ちだったんですね。でこれも、安保選手で、この後出てくる芦澤選手同様ですね、コーチ選手も MMA デビュー戦っていうところになってます。で、まあ、三浦選手がね序盤は結構蹴りしてましたね、カーフキック入れたりとか、かなり良かったなと思ってます。そこがただこうやっぱ打撃でなんていうんですかね、コーチ選手との経験の差がすごい出たなと思っていて、なんかこう組とかのガチャついた展開、距離がすごい詰まった展開でも、コーチ選手は的確にこう三浦選手に顎入れたりとか、結構いい蹴りとか入れたり、ボディにすごい強いパンチ入れたりしていて、なんかやっぱその辺はコウジ選手も長年のキックボクシングの、まあ、経験値とか経験の差が出て、まあ、さすがやなっていうのをすごい思いましたね。であとはこう純粋に総合格闘技ができててすげえなと思ったのが、タックルしっかり切ってたりとかで、やっぱ格闘家としてのやっぱ歴がコウジ選手はちゃうなと思ったっすね。うん、やっぱフィジカルの差もすごい出てたし、うん、長年やっぱしっかりこうコツ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 積み上げてきたものの差っていうのがこの三浦選手との差を分けたのかなと思います。で最後はこう打撃効かされて、もうサッカーボールキックで負けてる
負けて勝った、小池選手が勝った試合になりましたね。で、セコンドにおったね、青木真也選手がこう涙流されてるっていうところも、なんかこう、ああ小池選手がこう真面目にコツ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 取り組んでて、で青木選手もそれにそうしっかり真剣に向き合ってお付き合いされていたっていうところで、なんかこう小池選手のね、総合格闘技への本気度が伝わる、これもうええ試合でしたね。うん、いや最高でしたね。これも次の試合も早う見たいですね。なんか芦澤選手とやっぱリベンジなるかっていうところに、今度は総合格闘技で2人が今見えるところもね、2024年、まあその次の年かも見えるか分かんないですけど、いやいいっすね、こう小池選手の反撃を期待したいっすね。はい、でこれはまあ僕は小池選手判定勝ち、まあ、勝つを予想したんで、2ラウンドサッカーボールキックで勝利っていうところで、自分のこの予想は的中となりました。めちゃめちゃ調子いいっすねここまで外れなしっすね。うん、で、次9試合目ですね、太田忍 VS 芦澤流星、こちらも芦澤選手総合格闘技デビュー戦というところで、まあこれは正直こう太田選手にねかなり分がある試合やなと思ってたんですけど、芦澤選手が僕はなんか打撃で何かしらしてくれるんちゃうかなとすごい期待してたんで、まあ、その辺は結構楽しみに見てた試合でした。まあただやっぱこう貫禄のあるね、もういきなり組みついてタックルいってテイクダウン取って、そのままダースチョークで1本でしたね。うん、いやーすごかったな、まあ、これは僕がやっぱ太田選手が勝つ予想してたんで、これも見事正解しましたね。うーん、でもいやー芦澤選手がすごいさっぱりしててね、なんか清々しいというか、こっからなんかやってくれそうな感じはありましたね。だからこれを、まあ、励みじゃないけどバネにね、次回とかまたこう勝つところをすごい見たいなと思います。いや本当に太田選手はね、佐藤翔子選手に負けて、もう一回1からこう積み上げていく、まあ、結構緊張するね一歩やったと思うんですけど、な、難なく勝利を収められたんで、太田選手もね2024年はこうタイトルに絡めるかどうかっていうところのファイターだと思うんで、その辺も期待して今年は見ていきたいなと思いますね。はい、で、10試合目、元谷幸 VS ビンスモラレス、これも予想したかったけどな、もうあのキワキワにカード発表ほんまにやめてほしいですね。ほんまに予想する時間が長いんで。うん、ビンス選手はね今、まあ、もともとは UFC とかベラトールで活躍した選手で、朝倉海選手があのアメリカで、まあ、武者修行しに行った時に出会った一人で、まあ、今回対戦相手がアッチュレタっていうところで練習パートナーとして招集した選手らしいです。で、対する元谷選手はずっとフリーでやってたんですけど、それをあの堀口恭司選手と同じアメリカントップチーム所属を移しての初めてかな、違うか、朝倉海の時もそうか、まあでもその ATT に所属を移しての試合ですね。でミンス選手は結構バックボーンがレスリングやし、アメリカの州のチャンピオン、大学のチャンピオンっていうのも聞いてたんで、まあ、かなりこう組みに行く展開が多くなるんやろうなと思ってたら、意外にこう、まあ、手足長くてリーチ生かした、打撃中心で元谷選手をかなり攻め立てていて、まあ、打撃はほんまそんななんかなと思ってたら結構打撃力があってですね、うん、やっぱりこうUFC 行くような選手はこうなんですかね、打撃がやっぱしっかりできますね。うん、なんかこう技術に例えばこうレスリングが強いとか柔術が強いみたいな偏りがあっても、こう UFC とかベラトロン選手ってそのバランスがいいっていうか、こう打撃もそつなくできてまんべんなく普遍的に戦える選手が多いなっていうのをこの試合ですごい感じましたね。別にビンス選手もこう UFC でめちゃめちゃ強いファイターやったって言われたらそうでもないですけど、やっぱその辺のレベルに行く人たちはそういう戦い方がしっかりできんなっていう差をすごい感じましたね。フィジカルも強かったしめちゃめちゃええ選手やなと思いました。まあ、ただこう持ってた選手もタフでしたね。こうしんどい展開の中でもしっかりテイクダウン組みに行けるところがやっぱさすがやなってのめちゃめちゃ思ったな。うん、まあただやっぱこうビン選手の方が
こうフィジカルが強くて、もう結構上取っても返されるみたいなところがあったんで、うわーって感じですね。なかなか難しかったな。だけど思ってた選手、結構カーフキックがビンス選手に入ってるなと思ったんで、なんでそれで攻めへんのかなってすごい思いましたね。もっとこうカーフで行ってたらいい感じになってたんじゃないですかね。うん、いやでもこれはめちゃめちゃええ試合でしたね。もうすごい技術が高くて、見てるこっちも面白いと思いながら見れる素晴らしい試合でした。ビンス選手もね、なんかこれって突然ライジン出たって感じだから、突然オファーもらったのか分かんないですけど、でもしねこうライジン出てくれるんやったら、次回は、まあ、さっき芦澤選手とやった大田選手とか、それかバンタム級にね階級変えるって言ってた同じ ATT の牛久選手とかとやるのはめちゃめちゃおもろそうやなと思ったんで、その辺のカードをねぜひ佐々木社長組んでもらえると嬉しいです。はい、いやこれは良かったですね。ビン選手が判定勝ちを収めました。はい、で次は11試合目、大木久保広正 VS ジョン・ドトソン。これは熱いわ、ほんまに良かったね。この試合はすごい良かった。でこれはもう自分予想させていただきまして、ジョン・ドトソン選手の判定勝ちですね。まあ、結構打撃がバコバコ顔に当たって、普通にポイントアウトで勝つんちゃうかなと思ってましたが、いやーこれ試合の前にですね、もう大木久保選手の煽り食いってなんでこんなにやろな、毎回っすよ、毎回めっちゃいい、歌がいい、うん、なんかやっぱこう大木久保選手って人生って感じしますよね。なんかもう紆余曲折、起承転結、背水の陣とか、なんかそういう言葉がすごいね似合うよね、ほんまに。その2年前の大晦日にですね、バンタム級トーナメントがあって優勝して、もう最高潮になってですね、まあそれまでたくさんしんどいこととかが多くてね、もうほんとコツ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 積み木を重ねて重ねて重ねてやったんですけど、まあこの2年間で一気にこう堀口、キム・スーチョル、アーチュレターってやったところで3連敗でガラーって崩されて、ほんでまたこうコツコツ頑張っていくかっていうところでの、ジョン・ドトソンっていういきなり強敵、また崩されんちゃうかっていう思うような試合やったんですけど、なんかああ俺も明日から頑張ろう、コツコツやろうってやっぱ思えるファイターですよね。なんかそれをこう煽り V ですごい見てですね、感動しましたね。いや歌も良かったですね、オリブイの吉田拓郎のずっと抱きしめて、あれいいね、いや良かった、いや良かったな。はいね、試合の話じゃなくてオリブイでね、オリブイほんまに良かったな。ほんまにぜひちょっとまだ見れると思うんで、アーカイブで見てほしいですね。まあ試合展開はもうほんまにザ大木久保って感じでしたね。最初はグラウンドに行ってですね、ほんまに僕はもうドットソンが打撃で、大木ちゃん圧倒すると思ったんですけど、見事に封じ込めてですね、まあ最初はあんまりグラウンドの展開に行ってほぼドットソンに何もさせず立たせずで、マウントでねボコボコ殴る展開もあったし、で1ラウンドは結構それで防い、まあ完封して、で2ラウンド目3ラウンド目はドットソン選手は多分テイクダウンを、まあ、警戒するがあまりこう前に出れず、で結構ね打撃でも小木ちゃんしっかりね当ててたんで、まあ結構あのスタンドの後部はめちゃめちゃ怖いなと思ってたんですけど、しっかりね応戦していて、あの完勝でしたねこれは。これはええ試合やったな、めちゃめちゃ見てて、おーよかったナイスって予想を外したんですけど予想を外したけど見ててもう燃える試合でしたね。いやよかった。いや次は新龍選手とかいいんじゃないですかね。いや堀口4もあるかもしれないですね。いや熱いな、こんな熱い展開作ってくれるとは思わなかったですね。普通にジョン・ドットソン選手が勝って堀口選手に、堀口ドットソンやと思ったんですけど、全然そんなことなく小木ちゃんがしっかり干渉してくれたんで、
いやこれは山本申し訳なかったです。全然荻久保選手の判定勝ち、素晴らしい。はい、で、12試合目が須田理央剛上田美京というこのヘビー級日本人どっちが最強かっていう試合ですね。うん、いやーこれめちゃめちゃおもろかったですね。いい試合でしたね。上田選手がね、もう蹴りがいいよね。やっぱ蹴りがすげえ、やっぱ極真の選手ってすごいなと思ったっすね。うん、めちゃめちゃ速いし多彩やし、なんかこう途中でクッと止めてはいミドルみたいなのもあったっすね。うん、とかまあ、でもこうタバーンってこう連打もできるっていうところが上田選手は素晴らしいですよね。なんかこうヘビー級に似合わない俊敏さと言いますか、そういうところすごい感じさせるファイターでしたね。うん、でスタリオ選手はね、なんかこうもっと組みに行ってたら変わってたんじゃないかなと思う展開でしたね。組んだ方がやっぱそのスタリオ選手フィジカルの方が強かったんで、スタリオ選手の方が組とフィジカルはめちゃめちゃ強かったんで、ただやっぱこう本人的にはこう KO で勝ちたいんやろうなっていう、打撃でいきたいんやろうなっていうのすごい見える試合でしたね。うん、2ラウンドの途中でこう左ハイが入ってですね、セル選手が飛んで森田選手の KO 勝ちでした。でこれは、僕はスタリオ選手はね、1ラウンドでタックル入ってマウント取ってパウンドアウトするっていう予想やったんですけど、全然そんなことなく上田選手が2ラウンドでしっかり打撃で沈めての勝利でした。いや上田選手すいませんでした。で、はい、13試合目が、伊沢 VS 山本美優っていうね、このカードで、これが山本美優選手の引退試合っていうところで、うーん、いや感慨深い。やっぱこう山本キッド選手がですね、まあ、僕も結構総合格闘技見るにあたって、まあ、キッド選手のこともすごい調べてすごい好きになって、まあ、その DNA を受け継いでるっていうか、まあ、同じ DNA を持って山本美優選手が、まあ、ここまで結構女子格闘を引っ張ってきてですね、結構美優選手の試合も生で見たこともありますし、ずっとこう女子の格闘技を引っ張ってこられたっていうところもあってですね、まあ最後はちょっと優秀の美飾ってほしいなっていうところはあったんですけど、やっぱりここは、今現状女子格闘技の最強伊沢選手に一本決められてっていうところに、まあなりましたね。まあショックですけど、まあ今回やっぱ伊沢選手とか他の女子の選手たちがどんだけこう世界と戦っていけるかっていうところが、まあね、この山本美優選手の気持ちを受け継いでやってほしいなと思いました。これでまあなんかこう試合見てたら、そのアーセン選手が一瞬ほんまにキッド選手にめっちゃ見えて、なんか個人的にはこっからアーセン選手が美優選手とか、キッド選手のね気持ち受け継いでやってくれるんやろうなってめちゃめちゃ思ったですね。うん、このすごい意味がある、今後の格闘技界にとって意味がある試合やったんじゃないですかね。うん、いや美優選手にお疲れ様でした。はい、で、14試合目ですね、平本蓮VS 山。これはもう熱い、よかった、ほんまによかった。これ自分予想させていただきまして、平本選手の1ラウンド KO 予想しました。いやこれはほんまによかったな。いや何がいいかってね、本当にこうこんなにヒリヒリした決闘みたいな試合、もうそんなん見れるなんて、もう感動っすよ、ほんまに。これだけでもうなんかペーパービュー代全部どころかもう全然元取れたと思うような試合でしたね。やっぱこう戦績とかじゃなくて技術とか、まあそれはなんていうなんやろうな、その、まあ、そんな板置いといて、こんなに感情入って見れる試合ってほんまないんすよね。別になんかどっちが好きとかじゃなくて、ここまでこうしっかりストーリー作り込んでくれた2人にもめちゃくちゃ感謝したいっすね。いやすげえよかったな、ほんま。なんかこうこんなバチバチぶつかり合うことあるんやと思って、
素晴らしかったですね。はい、まあ、試合展開、平本選手はねカウンターしながらで前に出てきて、あの山選手が前に出てきたところに対して首相撲で、まあ、じいじい削って、まあ、山選手を攻め立てるっていう展開で、まあ、山選手はねほんまカウンター一発で沈む思ったんですけど、全然もうむちゃくちゃ打たれ強くて、まあ、何発もらってもひたすらバンバンバン振って平本選手に前に出てって、まあ、すごいこうめちゃめちゃ気持ちが伝わるいい試合でしたね。うん、まあ、どっちもこう負けられへんっていうところの気持ちが見れて素晴らしかったです。まあ、ただやっぱここはこう平本選手の総合力とこう冷静にパンチを激しくなってて平本選手の判定勝ちっていうところになりました。でこれは予想が当たりましたんで、僕の正解ですね。じゃあ15試合目ですね、クレブル VS 斉藤豊です。これはもう最高っすね元ライジンチャンピオン、ライジンフェザー級チャンピオン同士の試合で、これは良かったなぁ。ほんまにめちゃくちゃいい試合でしたね。うん、しかもこうクレベル選手もめちゃくちゃ変わってましたね。なんか今まではこういう感じ、なんかこうのしのししてるっていうか、ペタペタしてね、ローキックをこうペン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 打って、まあその中でしっかり組みついて一本取りに行くっていうスタイルやったんですけど、ではなくてしっかりステップして、打撃で攻めていて、まあ、その中でこうタックル入れたりとかしてたんで、かなりね打撃が良くなってましたね。うん、試合も打撃の距離がずっとクレベル選手だった気がするんで、打撃をかなり強化してきて臨んだ試合なんだなとすごい思いましたね。うん、でまあグラウンドの展開で、しかもクレベル選手がね下で斉藤選手が上でこうプー殴り合うところもあって、まあ、斉藤選手もすげえうまく戦ってたんですけど、まあ、3ラウンド目にねちょっと斉藤選手がやや焦ったんかなって僕は思ったんですけど、タックル仕掛けたところにこうクレベル選手がスル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 って入って、ダース直で見事失神ポンチ。いやこれは僕はクレベル選手の一本勝ち予想したんで、まあ、クレベル選手3ラウンド一本勝ちっていうところで正解ではあるんですけど、ちょっとね内心なんか斉藤選手やってくれんちゃうかなと思ったんですけど、まあ、全然そんなことなく、まあ、でもむちゃくちゃいい試合、拮抗した試合の中でクレベル選手はしっかり勝ち切った試合でしたね。うん、いやこれは良かったな。次はもう誰とやるんですかね、クレベル選手フェザーで。そうだな、まあでも順当にこう5月とかに、金原鈴木があって、なんかそれでもう一回鈴木選手が勝ったらもう一丁クレベル選手とやってもいいかなとかもですし、なんかねこう難しいっすよね。クレベル選手は結構まあライジンにランキングはないっすけど、ランキングで言ったらもうめちゃめちゃ上位なんで、うん、いや次誰と見たいですかね。僕中原選手とかとねちょっと見てみたいなって思う気持ちもあったりしますね。うん、いやクレベル選手の次戦に期待ですね。はい、で、次がラスト2試合ですね。16試合目、アーチュレッタ、クワノチュレッタ VS 朝倉海。これねほんまにもう、いやアーチュレッタ選手ですね、前日に、まあ、大幅 2.8 キロでしたっけ、軽量をミスって、で直前までも試合あんのかよって感じで見とったんですけどね、まあ、大晦日、ね、朝倉海選手は大晦日に嫌われてるんやろなっていうのをすごい思ったんですけど、まあ、そんなことなく当日は68までの戻しっていうところの、まあ、ルール設定で試合1時間前に再軽量してですね、まあ、それを特別ルールでアチュレタ選手がしっかり作って、まあ、なんとか間に合って、試合が成立したっていうところの試合となってます。まあ、アチュレタ選手はもうタイトル剥奪で、50% のレッドカードといいますかアドバンテージマイナスっていうところのスタートになってたんで、カイ選手が勝たないとオフィシャルのルールにならなくて、アチュレタ勝った場合はノーコンテスト、
ただ判定やったらもうそういうマイナス 50% マイナスっていうところのスタートの判定だったらほぼ朝倉海が勝つっていうところでの試合となってました。でもアーチュレッタがねもうなんかやけくそじゃないけどものすごい打撃ラッシュで何発か海選手がもらっててやばくねこれってすげえ思う場面あったんすけど、うん、ただ結構2ラウンドにね膝が腹に突き刺さってですねそれで悶絶 KO 勝ち、うん、ついに朝倉海選手が大晦日の呪いを払ってですね、見事バンタム級のチャンピオンになりましたね。いやーこれは見て最高やな。よかったですねほんまに。まあアーチレッターもね本調子じゃないと言われつつも、まあ、シンプルにね朝倉海選手勝ったことが嬉しいですね。うん、なんかどっかでもう一回ねアーチレッターがしっかり体重作った状態で朝倉海選手戦うっていうところもめちゃくちゃ見たいですし、うん、どうなるんですかね。いやでも本当に海選手おめでとうございます。でこれがですね自分、まあ、これも勝敗予想してまして朝倉海選手の2ラウンド KO 勝ち予想したんですけど膝蹴りで勝つっていうところまでね予想してたっていうんですよね。自分がもうすごいよねこれはもうめちゃめちゃテンション上がりましたね。いやこの大晦日大会が終わって、まあ、ちょっと試合見直しつつ自分どう予想したんかなっていうのを再あの、まあ、チェックしながら、予想結果と、まあ、あの実際の試合結果を照らし合わせたんですけどもむちゃくちゃ的中してたんでいや最後に自分もね大晦日の優秀伸びといいますか2023の優秀伸びしっかり飾れてよかったっすね。これはもう非常に嬉しかった。ありがとうございます。いやこれはテンション上がるいい試合でしたね。はい、で、ラストが堀口 VS 新竜っていうところですね。僕の予想は堀口選手の2ラウンド KO 勝ちを予想してました。うん、まあ、前回ね、スーパーライジン2でですね堀口選手の手が指がですね新竜選手の目に入って新竜選手が見えないっていうところでノーコンテストになってですねその時はベラトールのフライ級タイトルマッチあったんですけど、今回はライジンでフライ級のベルトを作ってですねそのライジンのフライ級タイトルマッチっていうところでの試合でした。まあ、あれからですね半年ぐらい経っての再戦っていうところで、まあ、ちょっとねもう一回やったらどうしようとかすげえドキドキしながらやったんですけど、まあ、そんなことなく試合が行われました。うん、では展開は最初はね結構こう新竜選手が組みに行って結構ね新竜選手のフィジカルが予想以上に強くてですねなかなか堀口選手も手こずってましたよね。決め何回かこうギロチン行ってる場面とかあったっすけどなかなか決めきれず、でまあ細かい技術はねちょっと自分の素人なんで全然わかんないですけど堀口選手がうまいなっていう感じでしたね。うまくこう新竜選手をかわしてですね、まあその後はさすがのリアニキとチョークで2ラウンドの勝ちっていうところを収めましたね。やっぱ打撃の展開を何回かあったんですけどそうなったらやっぱ堀口選手にかなり分があったんで、まあ、新竜選手はどうしても自分の得意なところのグラウンドの展開っていうところを持っていくしかなかったんですけど、いややっぱ堀口選手のバランス力といいますか、うん、こうグーチョキパー感じゃんけんで言ったら何でも出せるみたいなところがやっぱ強いっすね本当に。やしこう、まあ、新竜選手もグラウンドはむちゃくちゃグラウンドスキル素晴らしい、もうねプロフェッショナルでめちゃめちゃ強いと思うんですけど、まあ、その新竜選手の得意とするグラウンドの展開でも堀口選手が上回るっていうところでやっぱこうね総合格闘家の本当にてっぺんぐらいにいますよね。本当寝ても打倒曲がこんなに綺麗に揃ってるっていうかすごいなって思いますね。偏りがないっていうのが堀口選手の強さですよね。うん、
まあというところでですね、買ってほいで、まあ自分のマイクやってる時に、元ライジンガールの川村夏樹さんっていう方ですね、プロポーズも、まあ、多分事前には終わってらっしゃったのかな、終わってらっしゃったと思うんですけど、まあ、そこでちゃんとプロポーズもして、まあチャンピオンになるし結婚もするしで、まあったかい締めくくりで、この大晦日が終わりました。いや、ライジン45素晴らしかったっすね、ほんまによかった。やっぱこうなんやろうな、こう UC とかね、やっぱこう完成された MMA を見れてですね、こう試合も割とこうあっさりしてると言いますか、こう真剣に切り合って終わりみたいなところがあるんですけど、なんかこうライジンはすごいこんなプロポーズがあるとかあの煽り合ったりとか、こう兄弟愛とか、そういうこのドラマが見れるっていうのがほんまにライジンだけですよね。でこの大晦日にそれを全て持ってこれるっていうのがこのライジンの良さというか、なんかこう一本の一年を通して一本の映画を見ているようなところが僕はもうめちゃくちゃやっぱ好きですね。いや2024年もね、もう何試合かカード発表されてるんで、まあそこの勝敗予想もしつつ、まあそういったところのドラマも読み取っていければ、その辺もこのね YouTube 通して、みんなと共有できたらと思います。はい、ぜひちょっと今年もねよろしくお願いします。で、自分のですね、今回のライジン45のサラリーマンの勝敗予想の結果はですね、大晦日大会は全11試合をですね、この YouTube 通して予想させていただきまして、10試合中9的中の2外れっていうところなので、で9勝2敗、的中率はなんと 81.8%。 やばい。いやこれはすごい快挙、すごい。今までは結構半分ぐらいですかね、正解率半分ぐらいやったんですけど、もうほぼ8割方当てるっていうね、やりましたね。結構ちゃんと見てましたねこう研究の成果が最終的にこの1年の締めくくりで通せたのは良かったんじゃないでしょうか。いや、いい素晴らしい戦績でしたね、サラリーマン。あ、どうしよう。で、ちなみにですね、2023年、まあ、YouTube を始めて、まあちょっとあのなんていう、 YouTube 始めるにあたってのこうなんや、まあ、モットーと言いますか、まあ、自分の記録を残していくというか、そういう自分の記録を残していくっていうところの作業だったんですけど、結構この予想が楽しくなっちゃって、まあ、始め出したこのライジン勝敗予想なんですけど、2023年ですね、全48試合をこの1年間 YouTube 通してですね予想しまして、結果がですね、28的中で20外れということの結果になりました。でトータルの、まあ、的中率、打率ですね、58.3% の正解率を叩き出しましたね。なんで、まあ、半分やや多めぐらいは当てれるようにはなりましたね。いや半分強ぐらい当ててるんで結構いいんじゃないですかね。2024年はですね、もっとこうしっかりねバシッと当てられるように勝敗予想しっかりできればと思いますんで、まあ、なんでこの辺もね皆さんと分かち合いながらやっていければと思いますんで、本年もぜひよろしくお願いします。皆さんのライジン45はいかがでしたかね。どうでしたか、ライジン45。僕はもう最高やったんですけど、みんなが良かったところとかぜひ教えてもらえると嬉しいです。コメント欄に書いてもろて、ぜひねよろしくお願いします。そう、それであと最後にですね、おかげさまでチャンネル登録者数が100人突破しました。いやーありがとうございます。本当にめちゃめちゃ嬉しいですね。ギリギリ、大晦日段階では99人やったんですけど、年明けて、誰か分かんないですけどお年玉をいただきまして、見事
1月1日中には100人達成したんで、いやーよかったねこれは。ありがとうございます。引き続きね、本当お願いできればと思うんで、チャンネル登録と高評価の方ですね、よろしくお願いします。いやーよかったですね。うん、なんで、素晴らしい2023の締めくくりと2024の始まりを迎えたんで、皆さんもですね、この1年また頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。I promise.